げ箱で越冬した群れ、すごく勢いが強いんですよね。だからこれ来月の半ばぐらいには分蜂してしまうかもしれない。でその分蜂対策しないといけないわけなんだけれど、その前に女王蜂の羽を切っておかないと、もしもの時に飛び出されてしまうんですよね。これをこの群れは蜂が多いので、一回見たんだけど女王蜂を見つけられなかったのよね。見つけられなくて、もう一回再挑戦だ。とにかく蜂が多い。もうすでに桜が咲いて満開になっているので、危ないんですよね。これあの女王蜂捕らえてマーキングするやつなんだけど、マーキングと同時に羽を切るようにしてあるんだけど、さあもうこっからが大変だ。さあこの継ぎ箱の上に他に蜂が、女王蜂が上がってきてくれてたら話が早いんだけど、これからですね。これから、桜が咲いてるのでちょっと危ないですよ。はい、もういいよ。老眼鏡をかけないと見えないんだよな。ちょっと年取ったら視覚が見えない。よいしょ、切ったのでポスカでマーキング、よいしょよいしょ、
マーキングできた。マーキングできたので、これをそのまま返すと乾いてないので剥がされるから、ちょっとどっかこの辺に置いといて、老眼鏡をかけて。おしまいなんだけど、まだいっぱいあるね。